どもども、試験に出る三国志、のお時間だぜ。今日もよろしくね。三国志に起こった戦いって、大小含め結構いろいろあるよな。関東や石壁や樹子港や伊良や北伐など、挙げればキリがない。ただ、三国時代の戦いのほとんどは、防衛側、が勝利し、多くの逆転が生み出されているということは知っているかな。言われてみれば確かに、防衛側が勝利した戦いばかりよね。それこそさっき上がった戦いなんて全て防衛側の勝利じゃない？そうだな。つまり三国志の名将は誰か、という話をする場合、防衛戦に長けた将は誰か、とほぼ同義と言っても過言じゃない。劣勢ながらも粘り強く攻勢に耐え続け、守るべきものを守った。今回はそんな守護神たちを紹介していこうと思っているぜ。今回も例に漏れず、投稿主の士官が多分に含まれた人選なので、他にもこんな人がいるよ、というコメントがあると嬉しいわ。動画の最後におさらいテストをやっているから、コメントで回答していってくれると嬉しいぜ。というわけで張り切って解説へレッツラゴー。それじゃあまず一人目は、孫悟の大黒柱として領土を守り抜いた、希代の名将である陸孫から触れていこうと思っているぜ。孫悟という国は、長江流域を基盤として栄えていたとされ、出征よりも内側の安定に力を注いでいた、守り、の国家だったぜ。だからこそ多くの防衛の名手が誕生するんだが、その中でも特に功績が目覚ましい人物がこの陸孫であったわけだ。まず、彼が天下にその名を轟かせるきっかけとなった一大決戦、伊良の戦い、を解説していこう。あの、劉備、との決戦だ。孫権が劉備との同盟を保護にして、劉備の根拠地である慶州を奪い取ってしまったことを発端とした五色の全面戦争よね。そうだな。当時の劉備といえば、天下が最も荒れていた時代を生き抜いてきたレジェンド将軍なわけだ。そんな劉備に対し、孫権から防衛の総大将に任命されたのが、異民族討伐だけで対外戦の経験がほぼ皆無だった一介の将軍の陸孫だったぜ。正直、こんな抜擢をする孫権は無茶苦茶だ。当然のように戦線は押し込まれ、劉備軍は圧倒的な勢いで慶州へと進軍を続けた。最終防衛ラインである伊良まで押し込まれ、孫悟の諸将は不満を口にするが、陸孫はそれに耐え続けて好機を伺っていたぜ。本当に孫権は自分の命ごと陸孫に託して、全責任を背負い、陸孫も血気盛んな諸将をなんとか統率し、劉備と向かい合ったと。その圧力に耐え続けた陸孫は、前進が続き間延びした劉備軍に急襲を仕掛け、家計で持って起死回生の一撃を食らわせたんだ。これによって慶州派孫悟の領土となり、陸孫の名前は天下へと轟くことになったぜ。そして陸孫の活躍はそれだけにとどまらない。孫悟征伐を掲げて攻め入ってきた義の大将、宗及を罠にはめ、石堤の戦い、にて大将を挙げる。その後も慶州の統括を担い、孫悟の臣下筆頭として官僚をまとめ、孫権に献策を続けるなど、その功績は軍事だけにとどまることはなかったとされているぜ。まさしく、孫悟、という国家を庇護する守護神、ね。陸孫がいる限り、孫悟を攻め落とすことなんてできないわよ。それじゃあ次は二人目の孫悟の守護神、守善、を紹介するぜ。この守善派孫悟の君主である孫権と勉学を共にした旧友であり、孫権だけでなく孫悟の諸将からの信頼も厚い名将であったぜ。伊良の戦いも、陸孫ではなく守善が大将候補に上がってたほどだ。それでも守善はおごることなく陸孫をよく支え、伊良の戦いでは奮戦して功績を立てている。そんな名将である守善の名前が、天下に大きく轟くことになったのは、そんな伊良の戦いの直後、曹丕の三路南征での戦いのことであったとされるぜ。これは、劉備と孫権の全面戦争の漁夫の利を奪おうとして、義弟、曹丕、自らが動いた大規模な孫悟征伐のことよね。そうだな。曹丕は三方面から軍を動かして攻勢を仕掛けたとされ、中でも激戦区となったのが、伊良の戦いで疲弊していた慶州だ。曹丕自ら出征し、本軍を率いるのは義軍の大将格である曹真や夏侯尚らだ。対する守善は、わずかな軍勢で高陵の防衛を行ったぜ。しかし多勢に無勢。
城は宗信に包囲され、後の援軍を率いていた諸葛金も、夏侯尚らの軍勢に阻まれているような戦況だった。孤立無援となり、5000にまで守備兵が減る絶望的な状況だったが、主膳自ら出撃してたびたび包囲を破るなど、固く城を守り続けたんだ。大砲とかもない時代だから城攻めが難航するのもわかるけど、それにしてもこの主膳の粘りは異常なレベルだったってわけね。孫権の旧友という立場でありながら政治に口を出すことは少なく、徹底して軍人としての立場を貫き、五軍の中核となった重鎮。軍を率いれば失敗を犯すことがなく、義軍から非常に恐れられた将軍であったとされている。まさに守護神にふさわしい功績だぜ。こういう職業軍人って、本当に渋い魅力があるわよね。それじゃあ次は3人目。内側のごたごたで瀕死状態だった孫悟の最後の砦として奮闘した名将、陸光を紹介していこうと思うぜ。先にも紹介した孫悟の大黒柱であった陸孫。陸光はそんな陸孫の息子として生まれ、2代にわたって国家を守ったという名将だぞ。陸光が将軍として重きをなし始めていた頃、孫悟は政争が続いてボロボロの状態になっていた。そしてその孫悟最後の皇帝として、みんなの期待を受けて即位した孫悟も、次第に暴君へと変貌するなど、もはや孫悟は滅亡寸前というべき状況に陥っていたんだ。父の陸孫も、そんなごたごたの政争の中で奮死してるしね。内側がこれじゃあ、外圧に対抗することもできないわ。そんな中、慶州と益州を結ぶ西方の最前線拠点である西陵で大事件が起こる。この地を担っていた将軍、保仙が寝返り、この重要拠点が丸々、神、へと帰順したんだ。これを受けて、慶州の軍部を担う陸光が、西陵の奪還のために動くこととなるぜ。西陵は、父の陸孫が異様の戦いで劉備から守り抜いた地でもある。陸光はその因縁を背負い、迅速に西陵を幾重にも固く包囲して、城に攻勢を仕掛けることなくじっと耐えたぜ。そんな中、秦軍は名将、楊虎の指揮のもと、西陵の救援に動くこととなったぞ。普通なら一刻も早く西陵を落として、秦軍を迎え撃ちたいけど、陸光はそうしなかったと。これはどういうことなのかしら。楊虎の軍は、陸光の留守を狙って黄陽へと攻め込んだわけだが、ここはあの主膳が守った要害堅固の地。さらに陸光の備えもあり、楊虎はいたずらに兵力を消耗させ、撤退してしまう。さらに秦軍は、西陵の包囲を破ろうと軍を出すが、この包囲も硬すぎたわけだ。こうして全ての攻撃を跳ねのけた陸光は難なく西陵を奪還し、孫悟末期の未曾有の危機を乗り越えることに成功したぜ。その後も、陸光が生きている限り孫悟は滅ぼせないとして、まさに最後の守護神として、祖国を守り抜いたわけだ。親子二代で因縁の地を守り抜くという展開は熱いわ。まさに最後の砦として、その責務を全うした名将だったのね。それじゃあ次は舞台を移し、蜀漢の守護神王平を紹介するぜ。蜀漢の祖、劉備は、根拠地を持たず流浪を続けた人物であり、その蜀漢という国も漢王朝の再興を国是としていることもあって、基本的に守りというよりも、攻め、の意識が強いという色がある。とはいえ蜀漢は三国志の中でも最小の国家。全く攻められなかったわけではない。そんな最小の国家を守った名将こそが、この王平だ。時は244年、蜀漢の大黒柱として国を牽引し続けた諸葛亮が没して10年が経った頃、その蜀漢を滅ぼすべく魏が動き始めたんだ。魏と蜀の国力差はおよそ10倍くらいあったとか言われているし、どう考えても蜀漢の側が不利なのは目に見えているわよね。そうだな。この時に魏軍は10万を超える規模の軍勢を出したとされ、対する王兵の率いる蜀漢防衛部隊は3万に満たないほどであったぜ。援軍が到着するまでも聞こたえられないと諸将は進言するが、王兵は前線の要所である漢中が奪われる方がまずいと考えたぞ。そこで王兵は天然の要塞をうまく活かし、わずかな兵で10万の大軍を押しとどめ続け、魏軍の進行をギリギリの状況で阻んだとされている。すると魏軍は大軍を維持することの疲労が濃くなっていき、蜀漢の援軍が到着したと同時に撤退せざるを得なくなったぜ。蜀漢はこの天堅の土地をうまく活かして堅固な防衛を行うのよね。まさしく陸の孤島とも言うべきか。その分、外にも出にくいけど。
王兵は異民族出身で文字も読めなかったが、物事の本質を理解する性質を持ち、失敗の少ない傭兵でもって多くの軍功を挙げているぜ。こうして諸葛亮が没した後の職官を守る門番として漢中軍に身を置き続け、魏軍の侵攻を許すことはなかったとされているぞ。こういう武将が要所を固めているだけで、安心感が違うわよね。次は、祖国が滅亡してもなお戦い続けた名将、羅権を紹介するぜ。羅権という将軍は職官の東の地、つまり孫悟との国境付近にて、軍を担っていた人物だった。まあ、職官と孫悟は同盟関係にあり、下手なことでも起きない限りは非常に平穏な場所でもあったぞ。しかしその平穏は一瞬にして崩壊した。というのも魏軍の攻勢で、ついに職官が滅びてしまったんだ。そしてこれに乗じて動いたのが、かつての同盟国であった孫悟であった。呉は職官への援軍だと偽り、滅亡した職官の領土を奪おうとして軍を差し向けたとされているぜ。滅亡してから援軍を送っても、もう意味はないのに。孫悟はまさに火事場泥棒的な行動に出たわけね。この行動に激怒した羅権は、官の難を救わず、名役を互い利益だけ得ようとする呉はもはや長くない、と言って呉軍を阻んだとされる。動揺する兵士をまとめ上げ、城壁を整え、武具や兵糧を用意し、雪義を解く羅権の姿に、皆がその命令に従ったとされているぜ。呉軍は羅権の守る永安の城を包囲して攻めかかるが、羅権はこれを逆に打ち破るなど獅子奮陣の活躍を見せるぜ。すると呉軍は、あの名将、陸光、を援軍として派遣し、一層の攻勢を強めるぜ。ただ羅権の方はというと、一向に援軍が来る気配はなかったんだ。国が滅びたばかりでごたついていたでしょうし、この時って、職官の人では、紹介の乱、が起きてて大変だったわよね。そういうことだ。そのため、羅権の援軍に向かいたくても向かえない、そんな状況が長く続いてしまっていたんだ。だがこうした状況でも、羅権は決して城から逃げることなく防衛を続け、半年以上もの間、呉軍の主力部隊を相手に城を懸命に守り続けたとされているぜ。祖国が滅びてなお、その意地を貫いた羅権の活躍によって、職官の誇りは最後まで失われることはなかったのだろうと思うぜ。国が滅びてもなお、その誇りを守り続けた名将というわけね。少し形は違うけれど、立派な守護神たる活躍と言えるわ。次は魏、呉、職に属していない、まあ、守護神というよりかは、防衛の名士たる人物として、高祖、という将軍を紹介していくぜ。彼は慶州を領した軍友、劉表、の配下の将軍であり、三国志最強とも評されている孫権、を討った人物としても有名だぜ。劉表を討つべく、孫権が圧倒的な勢いで攻勢を仕掛けていたとき、高祖もその勢いに負けて敗走を重ねていたとされるんだが、孫権の攻城戦の最中に奇襲を仕掛けて、その時の流れ屋などが偶然にも命中して、孫権が命を落とすということがあったんだぜ。運も実力のうちとは言うけど、これは本当にラッキーだったわよね。もうこの時の劉表ってなすすべない状態にまで追い込まれていたし。ただ、この一件によって息子たちの孫策、孫権に高祖は恨まれ、高祖の守る江夏の地は、何度も孫権によって攻撃されるんだ。199年、この時に江夏へ攻め込んできたのは小覇王孫策、と、その相棒である天才周瑜、による部隊であったとされるぜ。劉表も援軍を出してこの孫策軍を迎え撃つが、この援軍の将が瞬く間に討ち取られ、高祖は専守防衛へと舵を切り替えたぜ。しかし孫策は内側の安定に忙しく、その最中で暗殺されたため、ひとまず高祖は難所を何とか切り抜けたということになる。小覇王と三国志切手の天才が、親の仇と言わんばかりに命を狙ってくるなんて、まるで生きた心地がしないわね。しかしこれだけじゃ終わらない。孫策を継いだ弟の孫権もその後、周瑜と共に再び高祖討伐のために軍を起こし、江夏に攻め入るぜ。この戦いでも迎撃に出た高祖の軍はボコボコにやられるが、孫権の背後で反乱が起きたことで九死に一生を得たとされるぞ。ただ、孫権は諦めることなく数年後に再び出陣。高祖もまた軍を出すが大敗し、老齢もあってかここで討ち取られたぜ。負け続きではあるが、あの勇猛な孫家の軍勢を10年も阻み続けて、軍を率いることができたその手腕は評価すべきだと私は思うぞ。
親の仇を取りに北朝鮮士たちを相手に何度も戦っているわけだし、戦績は別としても、それの準ずる実力はあったのかもしれないわ。さてさて、次は7人目、郭翔の紹介だ。彼は今回の動画でのメイン格の一人と言ってもいいだろう。なんと言っても郭翔は、あの天下の奇才、諸葛亮とまともに戦い、圧倒的な劣勢ながら勝利を得たとされる、唯一の人物と言ってもいい存在だからな。天下に名が轟く諸葛亮と、辺境の将軍の一人、郭翔がぶつかったのは、陳倉の戦いでのことだった。時は228年。諸葛亮は義国が有する領州一帯を切り取るべく出征を開始。これを阻んだのが、わずかな兵しか率いていない郭翔だった。この時って確か、義和後に攻め込んで大敗したばかりだから、諸葛亮への迅速な対応っていうのが難しかったのよね。そうだな。いろいろな要因はあったと思うが、とにかく諸葛亮が義軍に対応されるよりも早くに動き出したのは確かだろう。この時に諸葛亮は城攻めのための兵器をあまた持参し、一瞬で勝負を決めようとしていたぜ。郭翔はそんなのを相手にしたわけだ。郭翔が守る、陳倉の地は、重要都市、長安と領州を結ぶ重要な地であり、戦略上、奪われるわけにはいかなかったんだぜ。しかし迅速な援軍の到着は見込めず、城の防備は急場しのぎのもの。兵数もわずかばかりで、相手は工場兵器を動かす諸葛亮であった。本当にこれは絶望的な状況よね。だって相手があの諸葛亮よ、敵のミスに頼るような防衛は、もう絶対にできないわよね。しかし郭翔は諸葛亮が打ってきた作戦の一つ一つに対策を打ち、一月ほども攻撃をしのぎ続けたとされ、諸葛亮を撃退したんだ。この働きには義弟の宗英も大喜びしたとされ、一介の将軍ながら、郭翔の経歴や功績はきっちりと歴史書に記録されたんだぜ。こういうジャイアントキリングに胸躍るのはいつの時代も同じね。もし三国志で映画とかがあるなら、この戦いを書いてほしいわ。それじゃあ次は、今回の動画で触れないわけにもいかないだろう、三国志最強の一人との呼び声も高い、張良を紹介していくぜ。なぜこの張良が最強と呼ばれているのか。その理由となっているのが、最高のジャイアントキリングである、合肥の戦い、だ。かの有名な、赤壁の戦い、にて曹操軍を打ち破った孫権軍は、次は自分たちのターンだと言わんばかりに大規模な攻勢に出たぜ。孫権は自ら10万もの大軍勢を率いて北上し、合肥へと進行。そしてこの時、合肥を守っていたのがわずか数千人の義軍だった。確かその数千人の部隊を率いていたのが張良、郭信、李典の3人の将軍だったのよね。今見ると、そうそうたるメンツだけど。プラスで、節帝という将軍もいたけどな。この時に曹操からは、一度出陣して敵の出花をくじき、防衛に移るべきと指示があったぜ。そこで張良はわずか800人の決死隊のみを率いて、孫権の率いる10万もの軍勢に突貫し、ズバズバと切り裂いていったんだ。別に孫権軍が弱かったわけじゃない。参戦している将軍たちは後の名将として名高い者たちばかり。ただただ張良が異常だったんだぜ。張良は孫権の本陣を切り裂き、将兵を討ち取り、一瞬のうちに孫権軍の進行を止めるどころか後退させてしまったとされる。守ってる側なのに、兵力も少ないのに、いつの間にか立場が逆転してしまったかのような働きね。まるでゲームみたい。完全に出花をくじかれた孫権軍は城攻めもやっぱりままならず、本格的な攻勢に出る間もなく退却を開始するぜ。しかし張良は、退却する孫権軍に対してもまたわずかな兵で襲いかかっており、あわや孫権を討ち取る寸前まで追い詰めたとされているんだ。その後も張良は第五戦線を任され、ただ存在するというだけで孫権軍を震え上がらせたぜ。守護神というよりは抑止力みたいな。それほどまでの圧倒的な実力を見せつけたのが、この張良だ。江東に住む子供は、張良が来る、と聞くだけで泣き止んだとか。泣いていたら鬼が来るみたいな、それこそ、生ハゲ、みたいな。張良ってもはや鬼とか化け物の類として恐れられていたのね。それじゃあ最後の紹介になるが、これに関しては正直すごく迷った。私が選んだのは、満張、という将軍なんだが、この将軍と同列に、宗人も含めていいんじゃないかなぁ、とも思っているんだ。
二人が共に戦っている場面というのが多かったりするからな。満潮の功績としては、あの軍神関羽の攻勢を防ぎ止めて、さらには孫悟の天敵として、孫権の攻勢をも阻んでいるんだぜ。宗神は関羽と周囲を止めているし、曹操が最もその実力を信頼していた将軍であったと言ってもいいほどの名将であったぞ。本当に二人とも、鉄壁の名を冠するに値するような将軍よね。守りの将軍といえば、やっぱりこの二人が思い浮かぶもの。いろいろと語ることは多いが、やっぱりその最たる防衛戦といえば、関羽との繁盛の戦い、になるだろう。これは宗神が主将で、満潮がその参謀として繁盛を守り、関羽と戦ったという話だぜ。この時の関羽の勢いは圧倒的で、宗神らは絶体絶命の状態だった。援軍で派遣された右近の部隊も壊滅し、繁盛は水に囲まれて、城壁もボロボロ。しかし宗神と満潮はこれでも名を耐え続けて、異常なまでの粘りを見せた。これによって関羽は背後孫権軍に吸収されてしまい、撤退を余儀なくされたぜ。まさか関羽も、こんなに耐えるとは思わなかったでしょうね。しかも活躍はこれだけじゃないってのが恐ろしいわ。その後、満潮は第五戦線を担っており、あの長領が大活躍していた合肥の守備を担うようになる。孫権は連年にわたって合肥を攻め、満潮は防備を崩さずそれを阻んだが、やはりこのままではいずれ勢いに負けると考え、合肥城の欠点を補う新たな城を築いたんだ。その城は合肥新城と呼ばれ、孫権は10万の大軍勢で攻め寄せたが、満潮の防衛戦略が的中する形で無事に撃退することができたんだ。もう孫権はやることなすことすべて満潮に防がれ、北進することができなかったとされ、満潮はその防衛の手腕を高く評価されたぜ。孫悟の天敵と呼んでも決して大げさじゃないほどの功績よ。本当に高くて硬すぎる壁って感じの将軍だったのね。それじゃあ、今回の動画のおさらいテストだぜ。これが解ければ試験に三国志が出ても安心だ。とりあえず、楽しんでいただけたならとても嬉しいぜ。個人的な解釈も結構含んだ解説になっているので、別な意見や詳しい話があれば教えてくれるとありがたいぜ。こんな三国志の人物、戦争、文化などを解説してほしい、みたいなリクエストは、コメント欄で募集しているわ。いければぜひ、教えてくれると嬉しいです。それじゃあまた次回。バイバイ。